どうも今村です。皆さん早いものでですね、2021年ももう半分終わってしまいました。というわけでですね、半年に一度ぐらい、やっていこうということでですね、今回は、僕が2021年に、買って良、かったもの、5つだけ厳選しました。まあそんなたくさん買ってないんですけど、ただもうなんかその買って良かったってもう素直に言えるものはもう5つぐらいしかもうないんで、第5位から順番にですね、もう厳選した5つのですね、買って良かったものをですね、ご紹介していこうかなというふうに思います。じゃあ行ってみましょう。第5位はこれですね。まあ、買ったというよりも作ったが正しいんですけども、壁付けの充電ステーションです。これですね、ここに iPhone で、ここに Apple Watch で、この裏側に AirPods Pro、 ここには Amazon Echo Dot がいて、上は iPad で、この iPad はですね、この USB Type-C をマグセーフにするアダプターを使って、こういう感じでですね、パチッとこうね、くっついてくれるようにしてですね、充電が非常にこう楽になったりとか、この辺はカメラバッテリーゾーンですね。プロキューブのカメラバッテリー、こっちが富士用で、こっちがパナソニック用で、この辺にはですね、まあフリーで使えるですね、タイプ C ケーブルとか、マイクロ USB ケーブルとか、ライトニングケーブルとかを収納したりとか、ここにはですね、まあこれ第6位なんですけど、残念ながらランク外なんですけども、BOSE のですね、ノイズキャンセリング700かなっていうノイズキャンセリングヘッドホンをかけたりとかしてますけども、この塊が非常に良かった。これ後ろにね、溶鋼ボード、スチールの溶鋼ボードを使ったりとかですね、ここに100均で買ってきて、自分塗装したあの棚とか置いてるんですけども、小さいスペース、しかも壁です。床とか棚の上じゃなくて、壁にですね、しっかりとこういう様々な機器を充電できるスペースがまとまってギュッとなってて、しかも見た目も結構悪くないと思ってるんで、すごくね、いいものを作った、いい買い物をしたなというふうに思ってます。第5位はこの壁付け充電ステーションでございました。ちなみにですね、タコ足ここ1個余ってるんで、こういうですね、アンカーのですね、フュージョンですね、電源プラグから充電できるモバイルバッテリーもですね、ここにこうやってこうパッと挿してですね、充電することもできると。完璧ですよね、最高。最近さ、この iPhone の標本アート流行ってますよね、グリッドっていうところの。僕はね、 iPhone5 を買ってみました。初めて持ったスマホが iPhone5 だったんで、僕はね、思い出の iPhone5 のあのグリッドの標本を買ったんですけども、これは4位ではありません。まあつけるとしたら7位か8位ぐらいですね。第4位はですね、まあちょっとこうガジェットではなくて、生活にまあ関わるものですね。これです。ジョセフ・ジョセフのウォーターボトルですね。これ今水入ってますけども、まさに、ウォーターボトル、水を飲むための、ボトルですね。これが第4位でございます。まあ、ちょっと飲んでみましょうか。これ上ちょっと切れてるところが蓋になってて、これを回して開けてこうやって飲むんですけど、ここの飲み口のですね、まず口当たりがすごくいいんですよ。スクリューキャップなんですけど、このネジ切りがこのキャップの内側になってるんですね。内側になってるから、外側の口当たりが非常にいいと。切ってあるこのうねるですね、ネジにこう唇とか舌が当たらないんですよ。すごい滑らかな口当たりのこう飲み口になっていて、水がすごくスムーズに飲める、気持ちよく飲めるってところはまず1点あります。そしてこいつのすごいところはですね、僕にですね、水を飲む習慣、しかも一定以上の量の、まあ、水を飲む習慣っていうものをつけさせてくれたっていうところにあるんです。それができるボトルなんですよね。僕普通にしてると脱水気味というか、水をあんまり飲まないんですよね。でいつももっと水飲まなきゃなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、なかなかね、今日どれぐらい飲んだかとか、今日は飲んでないのかなってことが分からない、記録をつけるのもちょっと面倒くさくて、なかなか続かないっていうことが実は今まであったんですけども、このジョセフ・ジョセフのウォーターボトルはですね、まあ1杯が 600ml なんですけれども、じゃあ例えばこの、ボトルにですね、 600ml こう1回ガーッと水を入れたとしましょう。で水入りました。そしたらですね、このこうね、蓋を閉めていくわけですよ。そうすると見てください、ここにね、ちょっとしたインジケーターがあって、これを締め上げていくんですよ。締め上げていくと、今カチッとなりましたよね。カチッとなってパッて離すと、わかります？ここのインジケーターが2になってるんですよ。これボトルを締め上げる方向にこう回すとですね、ここについてるインジケーターが1個ずつこう
あちょっと、ね、これたまにあるんですけど、たまにこういうことあるんですけども、インジケーターが一個ずつ増えていくんですよ。だからね、今日水何杯飲んだっけとか、どれぐらい飲んだっけっていうことを考えずにですね、朝起きてまずこのボトルを満たしたらですね、とりあえず0でもいいし1でもいいからですね、このインジケーターをつけておくんですよ。まあ、てか自然につくんですよね。こうやって締め上げていくから、まあ、数合わせていくっていう意味で、まあ、1にしとくっていうところでもいいと思うんですけども、で日中これで水を飲むと。でそうすると今日自分が 600ml のボトルを何回飲んでいるかっていうことが自然にね、ボトル上でカウントされるんですよね。だから、あ今日まだ1杯しか飲んでないとか、あ今日はもう3本目だから、まあもうあんまり頑張って水飲まなくていいやとかっていう感じで水を飲んでいけると。でかつこれ1個 600ml で、今日のインジケーターが何個ってことが分かるんで、1日が終わって今日は何杯このボトルが飲めたかってことも分かるので、それをどっかに記録して、今日はどれぐらい飲めた、今日はどれぐらい飲めたってことをこうカウントするのも非常に楽になると。ということで、水飲みの習慣とその記録っていうところをですね、非常に簡略化してくれる素晴らしいボトルでした。第4位、ジョセフのウォーターボトルでございます。続きまして第3位ですね。第3位はですね、カメラでございますよ。カメラ、僕が選んだのはこちら、富士フィルムの XS10 です。まあ、こういう、まあ、カメラなんですけど、まだ動画で紹介してないんでね、僕がねこれを持ってるってことをご存知ない方もいると思うんですけども、こういう感じのですね、まあ、ミラーレスカメラで、バリアングルもついておりますと。センサーは APS-C ですね。はい、フルサイズではありません。レンズシステムは富士の X マウントという感じなんですけども、このね、あの XS10 がね、僕は非常に楽しい。僕前々からね、スチールカメラ、つまり写真を撮るカメラが欲しかったんですね。これ撮ってるルミックスの、パナソニック GH5S っていうカメラですね。非常にまあ動画性能は高いんだけど、写真を撮るという意味ではまあちょっと味気ないというか、物足りないところがあるんですよ。でその中で、すごいコンパクト、持ち運びやすくて軽い、しかも絵力のある楽しい写真カメラっていうものを僕は探していたんですけども、まあね、これがもう最強だろうということでですね、この富士フィルム XS10 を購入いたしました。僕の友達のね、堀口くんとかも、まあ富士ユーザーで、彼は XT4 とか多分使ってると思うんですけども、この XS10 もですねレビューしてて、実際どうって聞いたらすごくいいって言ったんでですね、買ってしまいました。言った通りですね、こいつのポイントは重量なんですよね。重量とても軽いんですよ。ちょっと今書いておきますけども、何グラムって。このね、XS10 のですね重量っていうのは非常に優秀なんですね。でしかも APS-C サイズのセンサーで、富士の X マウントっていうのもあってですね、軽くて、まあ、いいレンズっていうのが非常にたくさんあるんですよ。なので本体は軽いけどレンズが重いとか、レンズは軽いけど本体がでかいとかっていうことを考えずに、レンズも本体も非常に軽くてコンパクトにできるっていう、そういう組み合わせが非常に多い、非常にコンパクトなシステムとして完成度が高いっていう意味で、富士の、まあ、カメラを選んで、しかもこの XS10 っていう、まあ、機種になったっていうところがあります。でしかもこうやってバリアングル液晶もついてるんで、こうやって自撮りをしながらですね動画を撮ると。しかも手ブレ補正もよく効いてくれるのでですね、サブの動画カメラとしても結構こうね、いい働きをしてくれています。まあ、そして何よりこの、まあ、富士の XS10、まあ、富士の APS-C ミラーレスカメラをもう語る上ではですね、もう写りが一番こう重要ですよね。とても色がまあこう濃すぎない、綺麗に出ていて、コントラストが高めなんだけど画面が崩壊しないとか、こう被写界深度が浅くてボケ感が非常にね気持ちがいいとか、そういうね写りはね非常にいいですね、富士のカメラ。フィルムシミュレーションとかって言って、フィルターがたくさん入ってるんですよ。でそういうもので遊ぶのも楽しいですし、普通にね、オートでシャッターを切ってるだけでもですね、非常にいい写真が撮れるというか、綺麗な色というか、こう味のある色、味のあるボケ、味のあるなんかこう画面っていうものがこう生まれるっていうところも非常にね、気持ちがいいし、使ってて楽しいんですよ。なので、まあ、僕が求めていたそのいいスチールカメラ、楽しいスチールカメラ、写真カメラっていう意味で言えばね、これほどね素晴らしいカメラはなかったなというふうに思います。レンズは今これ 35mm の F1.4 しか持ってないんで、結構使い方としては中望遠気味になるんですけれども、まあ、いろんなレンズを揃えていろんな写真を撮りに行きたいなっていうふうに今思ってます。第3位、XS10 でございました。第2位は、こちらですね。この、ホームポットミニではなくて、こっち、はい、ちょっとほこりかぶってますけども、
これ Apple TV 4K です。あの HomePod mini は多分まあ悪くないけど15位ぐらいです。はい、第2位 Apple TV 4K ですね。これ最新式じゃありません。この間出た新しいやつじゃなくて、1個前の世代のやつなんですけども、非常に買って良かったです。これ我が家のテレビ LG の有機 EL の45インチぐらいのテレビなんですよね。まあ多分数年前のモデルだと思うんですけれども、あの実はこれあの純正というか、そのテレビに内蔵されているVOD 機能、ビデオオンデマンド視聴機能っていうのあるんですよ。こういう感じで Netflix とかプライムビデオとか Apple TV、Unext、Hulu、TSUTAYA、ジョイサウンド、YouTube みたいな感じでガッと並ぶんですけれども、あの、まあ、これでも、まあ、別に悪くはないんですけども、ちょっとこうレスポンスとか動作に違和感というか不満があるんですよね。でその点これ入力切り替えして Apple TV にしてみますけども、 Apple TV ポチApple TV こういう感じで、あのこれ、ね、あの古い方 の、 あのリモート使ってますけども、非常にね動作が軽快で早いんですよね。やっぱチップがいいっていうのはこう正義ですよね。で Netflix とかこうブラウジングするにしてもとてもこうねスムーズにいくし、読み込みも早いし画質もいいと、まあ、とにかくレスポンスがいいとか、やっぱ体験がいいんですよね。あのテレビのリモコンだと操作性も結構限られちゃうんで、なかなかねあのしんどい時もあるんですけども、あとアプリかな、アベマ TV とかディズニープラスとか、Twitch、Spotify みたいなものもですね、使えると。Apple TV の方が対応しているサービスとかアプリケーションがとても多いっていうのもやっぱり良かったですね。そして何よりこの Apple TV プラス、あのこれを見るにはね、あのこっちじゃないとダメでした。あの LG のですね、あのテレビで Wi-Fi 運用すると、あの Apple TV プラス重すぎて全然こう見れたもんじゃないんですよ。Apple TV プラスの作品とか iTunes ストア、Apple TV ストアで買った映画とかをもう快適に見るのであればですね、 Apple TV かなりもう必須ぐらいかなっていうふうに思ってます。こういうセットトップボックス、 Chromecast とか Fire TV Stick みたいなものの中ではですね、レスポンスは超早いし体験もめちゃくちゃいいんで、まあ多少お値段張りますけど、こう置いといたら結構ね、あのリビングがね幸せになりました。第2 Apple TV 4K ですね。このリモコンだけあの新しいやつ売ってるんで、それに買い替えようかなとも思ってます。はい、というわけでですね、栄えある、まあ、第1位はですね、すいません、めっちゃ地味です。めっちゃ地味かつ撮影機材です。僕が2021年上半期に、買って良かったもの第1位はですね、こちらゼンハイザーの MKE600 っていうビデオマイクです。なんだよそれっていうね、ビデオマイクかよって感じかもしれませんけども、いやこれはね非常に良かった。もう多分ね最近買った機材の中ではねもう抜群に良かったですね。早く、もっと早く買えばよかった。あの多分5万円6万円ぐらいするショットガンマイクなんですね。これ長いと思うんですけども、こっち側をですね、あの僕の顔に向けてですね、こう音を取るわけですよ。僕の声を取るわけなんですけども、定番中の定番もずっと前からこのマイクっていうのは存在するんですけども、いやもっと早く買っとけばよかった。やっぱ定番のねこう機材っていうのはねいいものですね。これ僕こういうねマイクスタンド、いわゆるこうなんかライブハウスとかにあるこうねマイクを置くスタンドの上にこうやって設置して、で最近の動画はですね皆さんに見えないようにですね、あのこのこうアームをこう立てて、僕のこのねカメラのフレームギリギリ上ぐらいからこう下ろす感じでね、こうやって下を向く感じで僕の口を狙ってですね設置していたんですけども、このですねあのマイク運用、このマイクをこう使い始めてからですね、動画内の僕の声の音声ってもんですね、不満とかこうなんか違和感を感じるってことが本当になくなって、やっぱりあの YouTube 動画ラジオ的に聞いてる人も多いと思うんですよ。なので結構こう音の質、声の質っていうのは非常に重要だと思うんですね。でかつ声がはっきり聞こえる、高い品質でこう撮れているっていうのはですね、こう編集上もすごくこう音景が多いんですよね。 BGM を結構音量的にも調整しやすかったりとか、いろんな演出ができたりするのでですね、声の音声の質っていうのはすごくこう重要だなっていうふうに思っていたんですね。なんかめっちゃフォーカスがパカパカしますけど大丈夫ですかね。これピンマイクの場合はですね、僕前に向かって喋ってるのにこれ下から音を取ってるんですよ。どっちかというとピンマイクっていうのは声じゃなくて喉の鳴りを取ってるんですよね。はい、
まあこれは今 MKE600 の音を取っておりますけれども、結構クリアに聞こえてるんじゃないでしょうか。こういう音質の方がですね、YouTube 動画としてはこうスッと入ってくるんじゃないかなって、まあ僕個人は結構思ってます。ピンマイクにしてみましょう。ピンマイクこんな感じです。はい、今は、このピンマイクですね、タスカムのですね、こういうね、あのピンマイクをこうやって、つけてですね、今収録をしていますけども、多分若干ちょっと低音が重めになって、まあちゃんと聞こえるんだけど、こう聞き疲れするような、まあ印象があるんじゃないかなと思います。あとはまあこの空間の感じとかね、この画面の中の音を撮ってる感じっていうのが結構こう弱くなっちゃうのかなっていう感じもするんで、好みあると思いますけども、僕はですね、この MKE600 買ってとても良かったし、あの動画に対するね、こう音声の不満っていうものはですね、もうこうなんか解決されて、とても気持ちよく動画編集ができるようになりましたね。あの一つ思ったのは、マイクってのはね、本当にね、いいものを買った方がいいと思いますね。あのマイクって進化しませんから、カメラとかと違ってマイクはほとんど進化しません。昔からいいものがずっといいものが回り続けるんで、こう一回買えば永遠にそのマイクで戦えます。マイクはいいものを買いましょうという感じで、MKE600 第1位でございました。はい、というわけでですね、僕が2021年上半期に買って良かったものランキング5つご紹介して、参りました。実はですね、僕あの2020年の下半期および通年のですね、買って良かったものランキングってものを発表してなくて、もしですね、あの2020年の下半期に買ったものを含めて作るとしたらですね、もう明らかにですね、第2位 iPhone12 Pro で、第1位 M1 MacBook Air なんですけども、まあまあまあ、皆さんね、このチャンネルをよく見てくださってる方は、もうそんなの分かってるよと言ってくれると思うのでですね、今回は、入れませんでした。はい。はい。という感じですね。まあ、第1位結構喋りすぎちゃって、皆さん興味ない話がついたかもしれませんけども、まあそれ以外のね、Apple TV とか、こういう水の元とかは結構全ての人にお勧めできるような、まあ内容だったかなというふうに思うので、よかったらですね、下に購入リンク貼っておきますので、概要欄からチェックしてみてください。では最後にこの動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。マラソンでした。じゃあバイバイ。